はい、上社長。はい、ごめんなさい、ナッシングです。はい。はい、事業内容にちょっと共感できなかったので、ちょっとお金出せないんですけど、持ち前のそのバイタリティというか、あれで頑張ってください。はい。はい、応援してます。ありがとうございます。ごめんなさい。事業内容に共感できなかったっていうのが、ちょっと彼女にその理由を伝えてもらっていいですか？そのやろうとしてるっていうことは、すごいいいなと思ったんですけど、はい。ちょっとこう短期的に見たときに、ちょっと、なんていうか、ちょっとこう、誰でもちょっとできそうって言ったらあれですけど、ちょっと真似もできそうだし、そういうところもちょっとあるのかなって、いろいろこう気になるところはちょっとあったので、はい。はい、ちょっと申し訳ないです、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、林社長。いや、もうほんとね、もう少し出ると思ったんですけどね。だけど、残り500万円とは思わなくて、ほんとね、ちょっとすごく素晴らしい事業だと思ったね。すごく、ちょっと足りないと見せかけて残り全額で。もうちょっと出ると思ったよ。もうちょっと負担減るといいなと思ったんだけど、もう、ほんともう、お願いしますよ、もう、はいい。ありがとうございます。僕はありがとうございますって言ってくれ。じゃあ、林社長、600万円の希望金額で、トマピー100万円出てますんで、新たに、300万積んでくだはさい。い。大逆転。すごい鳥肌が立って、ダメだと思ったよね。本当にもうダメだとは思ったんですけど、ダメでもすごい本当今日お話ししていろいろ言っていただいたことが本当すごい宝というかなったので、明日以降どうしようっていうところも最後の方ちょっと考えてたから。林さん、改めて、はい。新規集客に、つまずいたら、はい。轟さんに頑張ってもらいましょう。そうしましょう。はい、ではこの段階で、あなたの希望金額600万円まで到達しましたので、今日は完全オールです。おめでとうございます。